138億光年向こうを頑張って観測すると、あビッグバンやってるって今でも見えるんですね。あっちを向いても、あビッグバンやってるこっちもやってるあっちもやってるこっちもやってるこんにちは。宇宙物理学者の村山ひとしです。今日は y.jp の YouTube コミュニティ、そして Twitter から寄せられた宇宙についての質問にお答えしていきます。This is 宇宙サポート。 まず最初の質問は、フニヨさん。宇宙には地球上にある砂粒よりも多くの星があるって聞いたことがあるけど、本当砂粒が地球上にいくつあるかっていうのはちょっと数えるの難しいんですけども、人間の目に見えるぐらいの砂粒に限って言うと、星の方がずっと多いです。でも、もしかしたら目に見えない砂粒もいっぱいあるかもしれないので、どこまで数えるかによって答えが違ってくるかもしれませんね。次は、GT ロボさん。 宇宙に存在する星は途方もない数なのに、夜空が星の光でいっぱいにならないのはなぜですかそれは宇宙に始まりがあるからです。宇宙始まってから138億歳。ですから138億光年よりも向こうの星の光はまだ届いてないんですね。ですから見える星の数は限られているので、夜空は明るくならない。それが理由です。宇宙に始まりがあったからです。次はゆゆうさんの質問。 今後、私たちが見上げている星座の形が変わることはありますかあります。実は星座の形は今までもどんどん変わってきてるんですね。ですので、1000年経った後で夜空を見上げると、星座の形もみんな違って見えてしまいます。近くの星は特に早く動いて見えるので、だんだん星座の形も崩れて違う形に変わっていくんです。次の質問は、オレミカさん。 宇宙空間は空気がないと聞くけど真空状態なんですかそれとも何らかの物質で満たされているんですか実は宇宙空間何もないように見えるところでも真空ではなくてダークマターという未知の物質で満たされています私たちの銀河はこの星の集まりだと思っていましたけれども実はこのダークマター 暗黒物質の海の中に星がちょろちょろってあるそういう姿なんですねですから星と星の間の何もないように見えるところにもダークマーターがいっぱいあると思われていますそしてこのダークマーターは実は私たちのお母さんなんですねこのダークマーターのおかげで星も銀河も私たちも生まれたんだいつか会ってみたいですね次の質問はチキン B さん宇宙には空気がないのになんで爆発したり熱が生まれたりするんでしょうか 高校生でも分かるように教えていただきたいです。それはとってもいい質問ですね。物が燃えるっていう時には確かに酸素がないと燃えません。でも宇宙空間で物が爆発する時っていうのは物が燃えるのと違う仕組みで熱が発生してるんです。小さな原子の中の真ん中にある原子核がさらにギューってくっつく時に普通の物が燃える時よりもずっとたくさんのエネルギーが出ます。 なんと重さをエネルギーに変えて爆発したりしてるんですですから空気がない酸素がない宇宙空間でもそういうやり方だと物が燃えたり爆発したりできるんですね。そして星が爆発した時のかけらこれが皆さんの体のもとになってるんですよ。皆さんは実は宇宙から来たんです。次の質問はエイムさん太陽系の大きさが僕の大きさだとすると銀河はどのくらいの大きさですか 太陽系の大きさが人間ぐらいのサイズだとすると銀河の大きさはこの地球の23倍の大きさになります皆さんの大きさがこんなちょっとこれが銀河の大きさ大きいですよね次の質問はずきさん私たちのいいる宇宙の外側は今後観測からだと思いますかまた現時点ではどのようなことが分かっているのでしょうか私たちの見える 宇宙というのは138億歳の間に届いた光しか見えないので億光年分しか見えないわけですよねでももっと時間が経つと遠くからやってくる光もいずれ私たちの届くのでもっと遠くも見えるようになるかもしれませんでも本当のところ今の宇宙はだんだん膨張が加速しているのでどっちかっていうとせっかく今見えているところもどんどん見えなくなってしまうということの方がちょっと心配です。で宇宙の大きさについて今分かっているのは宇宙の どのくらい曲がっているかっていうを測ることができるんですね例えば地球っていうのはずっと向こうに行くと反対側から戻ってくるじゃないですかでそれどうしてわかるかっていうと地球の上に大きな三角形を描いてみると実は学校で習うのと違って内角の輪は180度より大きいんですねどのくらい180度より大きいのかってこう調べると地球がどのくらいの大きさかっていうのが分かってきます宇宙にも大きな三角形を描いて内角の輪を測ってみると ほぼ180度なんですけどもしかしたらちょっと大きいかもしれないそうすると計算してみると宇宙の大きさは約数千億光年よりは大きいというところまでは分かっていますでも本当のところどこまで大きいのかは分かっていません次の質問加納英子さんです 通説として約500億年前にビッグバンが起き宇宙が誕生し今現在も膨張し続けているという話なのですが宇宙ができる前の空間には何があったのですかそもそも空間があったのですかよく風船で例えられますが膨張するスペースがなかったら膨張できないと思うのですがビッグバンの前に何があったかというのは実は誰も分かっていません今のところビッグバンの起きる前は 空間も時間もなかったんだろうと思われているんですけども本当のことを言ってわからないんですねで、宇宙は膨張してるんですけども別に膨張するその向こうにもう空間があったわけではなくて空間自身が大きくなっていると思っているので宇宙の外に向かって膨張しているわけではなく宇宙そのものが膨張しているっていうのが今の考え方ですで、その向こうに何があるかって言ってもそこにあるのもやっぱり宇宙だということです というわけで宇宙のビッグバンの前は分かりません宇宙の外っていうのは特にないと今は思っています次の質問は山代富壮さんですかねビッグバンがあったってなぜわかるのそれは写真に撮れてるからですこれがビッグバンの写真なんです宇宙始まってから138億年ですから138億光年向こうを頑張って観測するとあ、ビッグバンやってるって今でも見えるんですね あっちを向いても「あビッグバンやってるこっちもやってるあっちもやってるこっちもやってる」というわけで私たちから見るとどの方向を向いてもビッグバンが見えるのでこういうボールの格好をしてるわけです。私たちはこの中にいるわけですね右の向きによってほんのちょっとだけ温度が違うのでそれをすごく誇張して描いたのがこのビッグバンの写真なんです。 この赤くなっているところは、これは私たちの銀河が明るく光っているところなので、これは忘れてください。他のところは全部138億年かけてやっと届いたビッグバンからの光。というわけで、ビッグバンは今でも見えるので、本当にあった。というわけです。次の質問は、ケイタさん。最初に生まれた星ってわかるんですか実は宇宙はビッグバンで始まった後、その後、ビッグバンの熱は消えてしまって、 でまだ星が生まれていないのでしばらく暗黒時代宇宙に全く星が輝いていない時代っていうのがあったんですねそういう時代が数億年間続いたというふうに思われていますでその後に初めて生まれた星そういう一番星っていうのがあっちにもこっちにもこっちにもどこの宇宙にもいろんな一番星が生まれたと思われているんですけどもそれはまだ観測できていませんでも星1個は多分見えないので遠いですから 多分その一番最初にできた銀河みたいなのが見えるかもしれない。そう思って今も観測がついています。ですからいずれ、あこれ一番星だってそういう観測の報告があると思っています。次はリーリーさん。素粒子物理学の観点から見て、パラレルワールドは存在しますか存在するかどうかはもちろん分かってはいないんですが、あってもおかしくないねって言われてます。ある説によると、実は宇宙の数というのは1の後に、 ゼロを500個も並べたぐらいあるんだ。それぐらいパラレルワードがあるんだという説があります。なんでそんなことを考えているかっていうと、どうも今の宇宙を見てみるとできすぎなんですね。こんなうまくできた宇宙、これはちょっとありえないだろう。そう思うぐらいできすぎなんです。 ですからある説では宇宙っていうのはもう下手な鉄砲数うち当たるでたらめにたくさん作った中でたまたま一個ぐらいうまくいったっていうのが私たちの見てるこの宇宙じゃないかそういう考え方があるのでパラレルルワールドあっててもいいいんじゃないかと思われてますでもパラレルワールドを見た人はいないので本当のところはまだ分かっていませんん次の質問井上みくさん今いる宇宙が次の瞬間に消滅する可能性はありますか ありませんというのは今この場所で証明する可能性があると多分そういうことを他のところでも起きておかしくなかったわけですよね。でそこら中で宇宙が証明している様子がないので今すぐこの宇宙が証明するっていうのはちょっと考えられないです。でもしばらく宇宙が経ってみるともしかすると今いる宇宙っていうのはこういうところにあってもっとエネルギーの低い宇宙があったとするとそこに落っこってしまう。 そうすると今の宇宙とは似ても似つかない別の宇宙になってしまってその宇宙はいずれ膨張が止まってまたぐしゃっと潰れてしまうんだそういう可能性も考えられています。でもままあ当分心配すすることとはないと思い思さんとてつもなく大きな星でブラックホールよりも引力が強いような星は存在するのかまたそれがブラックホールに衝突したらどうなるんだろうか ブラックホールの容量オーバーなどになるのだろうかブラックホールよりも引力が強い星はありますけれどもそれもブラックホールです例えば私たちの銀河系の中心には太陽のなんと400万倍の重さのブラックホールがあるということがもう観測でわかっているんですねでこれどころか太陽の何十億倍という重さのブラックホールがあることもわかっています一方ブラックホールの周りの重力というのは不思議なんですけれども 小さいブラックホールの方が実は重力強いんです。っていうのはブラックホールの大きさっていうのは重いブラックホールで大きいのでその分離れてますからその場所の重力っていうのは実は大きいブラックホールの方が小さいんですね。ですからとっても重力が強いところに行きたかったら小さいブラックホールを探してそこに落ち込んでいくと経験できると思います。でもやめた方がいいとも思いますけどね。で、ブラックホールは 実はこうやって観測している間にも物を飲み込んでるってことも見えてるんです。ブラックホールの前じーっと観測している時々ボーって光ります。何が起きてるかっていうとたまたまそばを通りかかったガスがブラックホールの重力に引きずり込まれてそれで熱くなってギャーッと断末間の叫びを発しているっていうのが観測できてるんですね。もちろん中に入ってしまったら光も何も出てこないので見ることはできません。ですから ブラックホールは今でも周りのガスとか星を食べて太っていて容量オーバーには決してならないのでどん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 大きくなるというふうに思われています。次の質問はメロンさんよく地球以外に生命体がいるかどうかを調べるときに水や酸素などの要素がある生物が生息できそうな惑星を探すと見るのですがそもそも酸素と水が必要不可欠な生物は 地球上にしか存在しないかもしれない他の惑星の生物は他の要素が不可欠かもしれないのになぜ地球外の生物を探すときに地球と同じような環境を持つ惑星をわざわざ探すのですかこれはいい質問で確かに地球に住んでいる私たちのような生命と全然違う生命がいたとしたら水や酸素がもしかしたらなくてもそういう生命いるかもしれないですよねでも私たちの知っている限りこういう 原子でできた生物を考えるとその結び付きの分子とかの性質っていうのは科学で研究できているのでおそらく水がないと体の中を栄養を循環することができないおそらく酸素がないといろんなものを吸収して体を活性化することができないだから多分酸素も水も水必要なななんじゃいいかなと思われていますでもおっしゃる通り他の惑星の生物が本当はどんなものかわからないのでもしかしたら 酸素も水もなくて生きれる生物もいるかもしれませんでも多分酸素と水が必要だろうと思っているのでとりあえず酸素がありそうな液体の水がありそうなそういう惑星を探すそういう研究を進めているわけですね次の質問は高カさん高速に限りなく近い速度で移動すれば時間はとてもゆっくり流れると聞きました高速に限りなく近い速度で宇宙船に乗れば数百光年先の星にも体感 数日ぐらい実際は数百年で移動できるということでしょうかはいその通りですですから数百光年の先の星に宇宙船乗っていくときに宇宙船がもう光の速さぐらいで動いていくと本当に数日で着いちゃったかなと思うかもしれませんでもその間に地球に住んでいる仲間たちはもう数百年経っているので残念ながらもうみんな死んじゃってますよねで帰ってきたら文字通り浦島太郎だということになりますですので 光の速さに近くく飛んでいくと時間が遅れるこれは本当に実験的にも観測されている事実です。次は草原さん SF 小説や映画では宇宙を旅する時にワープを使用してますが可能性としてありえるんですかあり得ます。ワープっていうのは宇宙の近道みたいなもんですね。 ででででも勝手に自分でワープできるわけじゃないんですよね例えば宇宙空間っていうのがこういう平らなものだとした時にもしこれがこういうふうに折りたたんでいるとこの宇宙からここに行く時に近道があるかかもしれなないいじゃないですかそういう近道がもう用意してあってそこを通ったらワープしたということになるのでこっちだからずっと宇宙に沿ってこう行くよりも近道でスッといけちゃうんだそれがワープっていう考え方です。 でも残念ながら人間の力でそういう近道を宇宙に作っちゃうということができそうもないので自分の都合いいワープは残念ながらできないんじゃないかと思っていますでも初めから宇宙に近道があればそれを使ってワープするということもあるかもしれません次の質問リウコさん質問です物質はあるときは星の一部であったりあるときは命の一部であったり循環していくそうですが この宇宙を構成する物質の総量は一定なのですかそれとも増えたり減ったりするのですか物質の総量は時々変わることがあります今の宇宙はもうずいぶん冷たくなってしまっているので物質が突然できたりなくなってしまうということはほとんど起きてないんですけれどもでも時々ものすごい勢いでガスがぶつかったりすると物質と半物質のペアができたり で,できた反物質が周りの物質と出会って消えてしまって消滅してしまったりそういう反応がちょっと起きてます。でも宇宙の初めはものすごくエネルギーがあったのでそのエネルギーが物質に変わる物質がまたエネルギーに変わるそういう万物の転をいつも繰り返していました。でも今の宇宙では十分冷たいので物質の総量はほぼ一定だと思われています。次の質問宝箱さん 21世紀のうちに人類はどこまで宇宙を解明できると思いますかずいぶん解明できると思います今例えば新しい人工衛星 JWST という宇宙望遠鏡が打ち上げられたばかりですでこの望遠鏡を使って初めて宇宙でできた星っていうのを観測できるかなと期待が集まったりしています それ以外にももしかしたらダークマター私たちのお母さんの未知の物質なんですけどもこのにどうしても会いたいっていろんな探索がついているのでそろそろ会えるっていうことはあるかもしれませんこうやっていろんなことが解明されてると思うんですけれども全部分かっちゃうっていうのは多分21世紀の終わりでもまだまだないかなと思っていますじゃあ最後の質問です刺身さん宇宙を知ること興味を持つことの最大の魅力は何ですか 私の意見では宇宙をを知知るるここととは自分を知ることですそもそも私たちの体は宇宙で昔爆発した星の塵から生まれたものなので私たちのふるさとは宇宙なんですよね。ですから宇宙を知るっていうのは私たちどっから来たのかな私たちってどんなもんだろうこれからどうなるのかなそういうことを知るためにとっても興味が尽きないというふうに思っています。宇宙サポートいかかがでしたか 今日お話したように宇宙は実は実皆さんのふるさとですですから皆さんも宇宙のことを考える時に自分のことと一緒に考えてくださいそして宇宙から地球を見ると本当にちっちゃい輪の上にとてもきれいな剥製ですけれどもそこに80億年の人がひしめいていてしょっちゅう喧嘩したりせっかくのきれいな宇宙を壊したりしていますですから外から見てみると私たちみんな仲良く本当にこの地球を大事にしていかなきゃいけないなと思いますよね というわけで宇宙から地球を見てみると皆さんの日頃の考え方も変わってくるんじゃないかと思います。というわけで宇宙を知ることは自分を知ること。楽しかったですかありがとうございました